今回紹介するのは、暴走を始めた中国2億6000万人の現代流民という本です。2016年、中国バブルは完全に崩壊する本書は、低価格品の輸出や設備、インフラ投資、不動産投資に過度に依存した中国経済が、 賃金上昇等による輸出競争力の低下や不動産バブル崩壊等によって破綻しつつあることを具体的な数字で示すとともに輸出依存から容易に脱却できない理由や無駄な投資を続けざるを得ない理由についても言及している日本国籍の中国人による信頼できる中国論であり 中国で実際に何が起こっているのか気になる人にとって一読の価値があるなんとなく危ない危ないと言われながらもどこに中国経済における問題の根本があるのかがわからなかった自分もこの一冊でほぼその疑問も評価しました気になる方は一読されることを強く勧められる内容です以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。